はい、病院行ってやりくん TV ファミリービラグ、医者さんに、言われた診断結果は、まだ耳もちょっと赤いんだけど、うん、多分これはその中耳炎の赤いのが残ってるだけで、中耳炎ってわけじゃなくて、今この熱が出てる原因的には夏風邪だろうって先生は言ってた、うん、でなんかお腹もねゴロゴロしてんだって。へー、お腹もなんか良くないねみたいな。うーん、お腹見て、まあ、だけどあれでしょ、全然昨日からご飯食べてないから。もうあーね、便はないでしょ。ない、うんね。でも下痢もしてないからぐたってしてる。ごめんね、薬だけ飲んで、しーしー薬だけ飲もう、頑張って。何薬？鼻水とかそういうのを出しやすく、美味しくないにするやつ。鼻水とかそういうの出しやすくするのと、お水あげたら。炎症を沈める薬。うーん、なんか喉がすごい赤いんだって。ちいちゃん、やだね、頑張れ。あー、ちいちゃった。どっちが飲ませやすい？アイスクリームに今混ぜてんでしょ。飲んでは、食べてはくれるからね、あれだけどね。やっぱアイスの方がやりやすいかな。ただ、なんか本人はウィーってなってるけどね。やっぱ味が違うのかね。多分違うんだと思う。けど、多分粉々しいよりとろみがあるから、飲み込みは安いよね。うん、でもなんか違いをなんか感じてそうな感じがする、普通のアイスと違うっていうのを。いやね、でも喉にさ引っかかんないからいいかもしれないね、うん、アイスとか混ぜた方が。あと一口で、シーシー、 あと一口で終わり、これで終わり。あー、よく頑張った。あとね、もう一種類、そっか、あと一種類あるんだ。もう一個だけ、もう一個だけある、ごめんね。こうしたら終わりだから。アイスの分量とかも初めてだからさ、これで合ってんのかは、うん、あれだけど、ちょびっとにしてみた。うん、ちょびっとだからじゃないの、もうちょっと多いんじゃない。あんまり多すぎるとさ、途中でさ食べなくなったらあれかなって思って。ああ、確かに確かに。とか、みんな皆さんどのぐらいの量でやってんのかなと思って。うん、ああ、美味しくないよね。あや、こっちの方がいいやか。いいよね。頑張ろう。はい。落ちちゃった。落ちちゃった、本当だ。頑張れ。今日頑張ってね、飲んでるね、薬ね。うん、
粉でもね、水に溶いても結構頑張って飲んでくれるんだけどさ、うん、でも一番アイスがなんか進みがいい気がする、うん、チョコとかの方がいいのかな、なんか抗生物質とかはさ、チョコの方がいいって言うけどさ、うん、普通のやつもチョコの方がいいのかな、うん、いいやね、あと2口だ、あと2口で終わり、えらい、えらいな、うん、これで終わり、最後だよ、頑張れ、これで最後、あー、偉かった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 ね、お茶にする、お茶にする、うん、まあ、とりあえず診断結果夏風邪でしょ普通に、うんうん、まあ、それでよかったねとりあえず、うんうん、なんかひどい病名じゃなくて、うんうん、なんか先生もしおんくんかわいそうだね、しんどそうでって、うん、看護師さんもだってね、40度超えたもんね、うん、しんどいよね、朝一も40度超えてたでしょ、朝一ね、40.6 度、ね、40.6 でしょ、昨日の最高が 39.6 かな、うん、で今日超えたんだ、今日の朝、うん、まあ測ってない間に超えてたかもしれないけど、うん、今日の朝7時ぐらいにはもう壊れてた、うん、とりあえず今からパパとシーシーでお留守番します、はい、ニーニーとママはちょっとお出かけをしなくちゃいけない予定があるので、しんどいな、まあ、パパにお任せしてくださいよ、いい子にしてんの、殺してもう、なんだろう、とりあえず熱が辛そうなところに来たら座薬入れるからね、うん、俺の判断で、うん、今日まだ一回も入れてないもんね、今日入れてない、まあ座薬使ってもあんま下がんないかもしんないけどね、眠そうにしてて熱が高くて、うん、あの寝れない感じだったら入れていいと、8時間開けなきゃいけないから、分かった、その辺も逆算して、なるほど、難しいね、夜みんなが寝るときに寝れないのがさ、やっぱ一番きついから、うん、夜入れてあげたいから、まあそれも考えてってことでしょ、うん、だったら入れるのは早い方がいいっちゃ早い方がいいよね、まあでも、まあ、実際今何だの、うん、ちょっとごめん、あ、もうじゃあ寝室行こう、寝室行こう、寝室に移動しました、はい、じゃあ体温計測りますか、そう、そういえば昨日さ、夜中さ、嘔吐めっちゃしたよな、ねえ、怖いよね、シーツが足りてないけど、うん、心配でさ、ママも寝てないでしょ今日あんまり、うん、俺もだってほぼ寝てないもん、だってあ、39度7分だねいや、そんな爽やかに言われても、なんかもう40度切ってたら、うん、なんかちょっと安心みたいなとか39度7分でね、なんか40度超えたらもうさ、42度超えないようにしないとって、なんかさ、あれじゃん、うん、すごいまた違うなと思って、うん、
まあ、あとはパパが様子見とくんで、うん、お水いっぱい飲んでくださいって先生言ってたよ。水分いっぱいとってんな。強く残る思い出が月のように切なくて、あなたと過ごした日々を誰よりも大切に。はい、もう履かないでしょ、なんとなく様子見てたら。さっきね、でもお腹すいたって言ってパン食ってる。ああ。パン食べたいって言ってパン1個かな、1個ぐらい食べたから、もしかしたらそれが出てくるかもしれない。